花溜めチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ネギちゃんです。ということで今回お届けするのはですね、皆さん IB ってご存知ですか？こちらね、 IB なんですけれども、これね、 IB ね、今日はねお伝えしていきます。 IB ってね、本当にね、強い霜にさえ気をつければ全然丈夫に育つことができるんで、ぜひ育ててね、見てみるのいかがですか。ということで今日ね、大きくね、育て方の3つにまとめてみました。はい、ということでまず1つ目がですね、水やりです。1つ目が水やり、はい、この水やりをしっかりと覚えていきましょう。そして2つ目、肥料の上げ方ですね。2つ目、肥料の上げ方。そして3つ目が植え替えです。植え替えの方法をお伝えして、この3つがね、今日お伝えしていきます。最後ね、もう1本おまけで水耕栽培のやり方なんていうのはね、お伝えしていこうかなと思いますんで、どうぞ最後まで、お見逃しのないようご覧いただきますようお願いします。ということで、いってらっしゃい。皆さんね、これね、もしね、IB、もし、育ててる方いらっしゃったら、皆さんね、IB って基本ね、どこに置きますかっていう話なんですけれども、IB、これはですね、もしかと思うんですけど、もしね、真冬の時期にですね、外に出してる方いらっしゃったら、これね、直ちにですね、家の中に避難してあげてください。これ、なぜかというと、強い霜に当たっちゃうと、IB っていうのはダメになってしまいます。強いて言えば、それだけなんです、ダメになる原因っていうのが。本当にね、これね、暑いところでも丈夫、寒いところでも比較的丈夫、本当にね、万能で、日当たりさえね、日当たりもね、悪くても全然丈夫だし、本当にね、簡単に増やすことも可能なんですよね。はい、なのでこの IB をですね、今日は皆さんにお伝えして、逆にね、この増えて仕方ないよっていうぐらいの、ね、方もいらっしゃると思うんで、もうそういった増やし方もね、今日お伝えしていきますので、まずやっていきましょう。ではまずその1つ目、まずはですね、水やりについてお伝えしますよ。水やりなんですけれども、 IB ですね、例えば比較的窓際で飾ってお水やりもね、毎日あげてるっていう方いらっしゃるかなと思うんですけども、このやり方やっちゃうとね、 IB ね、悪くなっちゃいますよと。はい、ね、死んじゃうんで、これ気をつけてくださいね。ということで、で最近だと IB ね、こういったね、ポット上からのやつじゃなくて底面給水鉢っていうものもね、もしか、出回ったりしてるんで、これはね、上から水をあげて、もう下にそのままね、水が流れてきます。で下に溜まったお水がどんどんね、給水して、水がなくなったらまたお水をあげていただくっていうね、底面給水鉢っていうタイプも出回ってるんですね。はい、でこの水やりはですね、乾いたらたっぷりっていうお水やりの、ね、していただいて、しっかりと土が乾いたことを確認して、お水をあげるようにしてください。でしっかりと土の底まで乾いてるかなということで、持っていただいて重さで判断していただくかな、いただくといいかなと思います。逆にこれね、水が足りてないよっていうと、こういったピンピン状の状態じゃなくて、こうね、垂れてくるんです。でどんどん垂れてきて、もう葉っぱもシュッとね、柔らかくなっちゃったりっていうのが目安になってくるんで、本当にそれがもう乾き切ってる状態だなっていうタイミングであげていただくといいかなっていう感じがします。はい、で実際に置き場所なんですけれども、これね、トイレみたいな電球1個のね、例えばね、そういったところでも全然 IB っていうのはね、育つことが可能なんですよ。はい、可能なんで、例えばじゃあ逆にね、お風呂場にね、これ置きたいよとか、そういったね、方もいらっしゃると思うんですけども、お風呂場に置くのであれば、できればね、水耕栽培の方がいいかなという感じがします。はい、じゃないと根腐とかがね、ちょっと心配になっちゃうんで、できればお風呂場に置くというのであれば、ちょっとそういった水耕栽培を、根腐を防ぐために水耕栽培のものにね、ちょっと置いていただくといいのかな、なんていうふうに思います。では2つ目です。2つ目が肥料になります。これね、肥料はですね、ズバリですね、これ別にお花じゃないので、ハイポネックスとかそういったものはね、与えなくても大丈夫。はい、ただし観葉植物用のそういった肥料というものは与える必要がありますということですね。はい、でもこれ与える時期大事です。時期なんですけども、暖かい時期になりますよ。はい、例えば外に育ててる方であったら、春と秋ですね。はい、春と秋の、まあ、大体お部屋の中でもね、育てる場合でも10度以上であればね、全然ね、与えていただいたり結構です。で20度以上ね、あると、まあ、このね、IB なんていうのはね、よく育ってくれるよって言いますので、もしね、そういったね、生育適温もか、気にしながら、ちょっとね、育ててみてください。はい、では、3つ目の植え替えです。はい、IB の植え替えについてはですね、これはですね、IB ってそこまで、なんかもう毎年毎年、植え替えをしていただくっていうね、ものでもないです。はい、これ、植え替えってね、そもそもがですよ。植え替えはなぜするのかというと、根っこがぎゅうぎゅうに詰まって、それでももう何ともならなくなった時っていうのが植え替えを行う状況なんですね。はい、なので植え替えを行うとどういったリスクを伴うかというと、土の量が増えちゃうわけですよ。で例えば根っこがぎゅうぎゅうにもなってないのに土の量を増やして、植え替えをしちゃうと、逆にですね、土の水はけが悪くなって根腐れ
起きちゃう原因になっちゃうんで、本当にね根がパンパンにもうぎゅうぎゅうに詰まった時だけなので、そういった感じでね考えていただくといいかなという感じです。なので IB はですね、だいたい目安が大体 2年から3年ぐらいに1回の植え替えがいいんじゃないかなと。よっぽど大きくならない限りは根っこもそのままの鉢でいきますので、目安としては2年から3年に1回程度の植え替えで十分でございます。あとはそういったこの IB の成長大きさによって根っこを見ながらちょっとね植え替えの時期っていうものを見ていただければなと思います。これ逆にちょっと補足なんですけれども、お水をですね逆にいっぱいあげすぎてるご家庭、はい、なんかでは IB がね逆に大きくならないっていうことなんですね。水をあげすぎるとちょっとね生育がねおろそかになって、ちょっと緩やかになってあんまり大きく育たないですってなってくると、植え替えもそこまで必要がない状態になってきます。で逆に水をいっぱいあげすぎるっていうのが、これね IB を枯らすほとんどが水のあげすぎなんですね。はい、でこれつまりは根腐れが原因になっちゃうんですね。はい、なので例えばですね水が全然乾かない場所に置いてある、例えばトイレとか、お風呂場とか本当にお日様があったので水が乾かないようなジメジメした場所に置いていると、根腐れが起きますよということで、だいたいそれを改善するのには IB を例えばねポットであれば日が当たる場所に例えば置いておいたり、そういった土を乾かすっていう形で窓辺にね置いていただくと比較的土も乾く、で水やりのサイクル的にも非常にいいんじゃないかなというふうに思いますので、極力はですね土が乾くそういった環境に置いていただくっていうのが大前提になります。そうでなければ水やりは本当に極力控えていただくっていうのを念頭に置いて育ててみてください。このね最後におまけでこれ水耕栽培で増やし方っていうのをねお伝えしていこうと思います。これねまずね水耕栽培のやり方なんですけども、実際にねIB を用意してちょっとやってみますんで、では見ていきましょう。はい、ではこのねビロロロロンって伸びてますよね。このビロロロロンってこのビロロロロンって伸びてる、これどれでもいいんですけれども、まあ大体これにしましょうかね。これをじゃあ適当なところで切ってますね。もう好きにこうちょきんってこうやって切っちゃいます。さあこれをどうしていくかということなんですね。はい、でこれをどうしていくかというと、このままねただ水につけるだけ、このまま水でもちょっと待ってください。ちょっと待って、このまま水につけるって言ってもこの葉っぱついてますよね。葉っぱがついてますから、これですねそのまま入れるとお水腐っちゃうんで、これを取り除きます。はい、ごめんね。ごめんねっていうことで、はい、葉っぱこのぐらい取っていきましょうね。そしてこちら見てください。ご用意しました。こういったね、ちょっとね、牛乳瓶でもいいです。こういった瓶にね、こうやって入れておくと。あら、おしゃれ。どうですか皆さん。ね、おしゃれでしょ。ね。ね、余分な葉っぱを取り除いて、こうすると茎だけになります。ね、こういった茎でそのまま増やしていただくと。これだけです、ね、このまま窓辺などの暖かい場所に置いていただくだけ、ね、暖かい場所に置くんですよこれね、はい、でこのまま1週間からね大体2週間で根っこが出てきますん で根っこが出てきたら土に植え替えると。でこれね入れましたら窓辺の暖かいところに置いていただいて1週間からね2週間すると根っこが出てきます。でかなり根っこが出てきたら土に植え替えてもらって、でそのまま IB を育てていただくっていう流れになります。でこの方法でですね IB ってねどんどん増やすこと可能なんです。なので1個ねポットを買うだけでかなりこれね自分で増やすことができますんで、ぜひねお試しいただきたいなと思います。はい、でこれね植え付けをする時期だけちょっとお伝えするんですけど、植え付けをする時期は春と秋ですね。まあ人間で言うと、まあ、大体もう T シャツ1枚でふん心地いいわっていうぐらいの気温でそのままIBをですね植えていただけるといいかなっていうので、その時期だけね間違えずにしっかりとこうやってね切って、増やすようにしてください。はい、では最後にまとめていきましょう。はい、ということでまず一つ目、 IB を育てる一つ目、水やりなんですけれども、水やりはですねズバリ乾いたらたっぷりです。はい、乾いたらたっぷり。水のあげすぎは極端な根腐れを引き起こす原因になりますね。 IB を枯らす原因のほとんどが水やりなので、水やりは本当に土が乾いてからたっぷりとあげるようにしてください。水やりには本当に強い IB ですんで、そこだけはお気をつけください。はい、では2つ目は肥料の与え方。 IB の肥料の与え方はですねハイポネックスとか花を咲かせるやつじゃないので、観葉植物の肥料を与えていただければ OK。 適期はですね春と秋の暖かい時期に肥料を与えてあげるようにしてください。でお部屋の中がですね10度以上であれば一年中ね与えていただいて全然結構です。はい、
ではそれ3つ目は植え替えですね。植え替えなんですけれども、植え替えはですね、こちらの IB に関しましては毎年毎年植え替えが必要かというとそうでもありません。お水のやりすぎでそこまで大きくならないという可能性がありますので、だいたい大きくなってきたという形で植え替えるとするのであれば2年から3年に1回ですね、大きい鉢に植え替えるという作業が必要になってきますが、そこまで根がびっしりともうパンパンに詰まった状態じゃないと植え替えってする必要がありませんので、そこだけはお間違いのないようにお願いします。はい、ということで以上の3つをですね、踏まえて IB をねいっぱい増やしてください。いっぱい使って切って水につけるだけでどんどん増えてきますんでね、こちらでね、IB をご自宅をね、IB のご自宅にしてみるのはいかがかなという形で、はい、非常にね、引き立て役でいいグリーンになってますんで、ぜひお試しくださいということで、今日の動画はね、以上になります。本日もね、ご視聴皆様ありがとうございました。ということで、またね、今日もね、ネギちゃん最高だったよとか、もうネギちゃん今日かっこいいねとか、もうそういったもうだけで結構です。はい、そういったコメント、いいね、お待ちしております。ではですね、皆さん最後にお待ちかねの、はい、そうです。花留めじゃんけんですよ。はい、花留めじゃんけん参りましょう。では参ります。笑顔の花咲くじゃんけんポンということで、はい、グーですね。今日勝って皆さんパーですね。皆さんに笑顔になることを祈って今日もね、こちらで締めていきたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょうね。それでは、花ナイスデイ。